NMB48 衣装図鑑。今回紹介するのは紅白歌合戦衣装。2015年度の紅白歌合戦で365日の紙飛行機を歌唱した時の衣装です。はい、この衣装はですね、実は秘密が隠されていて、なんと一瞬で早着替えできる衣装になります。一見ただ可愛いワンピースに見えますが、一瞬で早着替えするために肩の部分や脇からお腹にかけてすぐに外せるスナップボタンがたくさんついています。この首元のボタンを外すと一気に脱げるシステムです。上半身だけ外すとこんな感じです。それでは今から実践したいと思います。いきます。せーの、成功。めちゃめちゃ綺麗な衣装になりました。早くて見えなかった方のためにもう一度スローで。早着替え後はこんな感じのワンピースです。通称朝日衣装と呼ばれていて、スカート部分が青空、そして上半身に向かって朝日が昇っているような色合いで、とても綺麗です。はい、この衣装ですね、綺麗にね降りるように、なんとスカートの部分に重りが2つ入ってます。ここに2個入ってます。もう衣装さんのね工夫がとっても詰まった一着になっています。衣装さんが何度も試行錯誤を繰り返して完成させた、私たちにとっても大切な衣装です。